ートにおいて来朝の10人を終わった国民政府主席大政英氏は6月25日午後5時大阪駅に到着。両大阪師団長殿下お代理以下長野の名士と丁重なる挨拶を交わし甲子園ホテルに向かい、その夜は産業都市大阪における歓迎晩餐会に臨みました。かくて10日間にわたる歴史的訪日の旅を終わった大政英氏は翌26日沿道市民の歓送に月の名りを惜しみながら神戸港に至り、神戸丸に乗船。日本長野の絶大な歓迎と国民政府に対する支援に心から感謝しながら一路帰国の途につきました。